アメリカハーバード大学ロースクールの教授は第二次世界大戦中に慰安婦となった女性たちは性奴隷ではなく慰安所との関係を維持するための契約を交わした交渉だと指摘する論文を発表しました。ジョン・マーク・ラムザイヤー教授が執筆した太平洋戦争当時の性行為の契約と題した論文が 2020年12月学術誌インターナショナル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクスのそれによると当時の慰安所は女性に対して風俗の仕事に従事することの危険性や風評被害を打ち消すのに十分な寛大さを持ちなおかつ戦争中の過酷な仕事でありながらも 努力できる動機付けのための工夫を行っていたということです女性たちとの交渉の中で例えば最大1年または2年の期限付きの高額な給与の前払いや十分な収入を得られれば早期退職できることなどが決まっていたということですラムザイヤー教授はまた日本政府や朝鮮総督府が 女性に売春を強制したり日本軍が不正募集業者に協力したわけではなく慰安婦募集の過程で悪徳な朝鮮の売春宿運営業者が不当な方法で朝鮮を女性を誘ったことが問題だと指摘しました他の研究所に査読されている今回の学術論文は 同3月発行の65巻に掲載されます。一方この論文内容をメディアが報じたところ教授宛に憎悪表現に満ちたメールが殺到しているということです韓国メディアのペンマイクが報じました教授はこの事態に非常に驚いていると同メディアに語りましたペンマイクによると 強制連行説を主張する団体が活動する韓国国内ではラムザイア教授に関するネガティブな報道が噴出したということですまた批判内容は論文への具体的な批判ではなく個人攻撃が主だと指摘しましまたラムザイア教授は2019年3月にもハーバード大学ロースクール教授陣への論考で「慰安婦と教授たち」 という文文章をを発表しし同様の論文を書きました教授は記録と証拠がないにもかかわらず1930年から40年代に日本軍が10代の朝鮮人女性少女20万人を強制的に慰安所に連れていったというのは奇妙としています。また韓国政府が 慰安婦は売春と主張した大学教授を名誉毀損で起訴し、6ヶ月の懲役刑が下った例を挙げて、歴史問題の政治利用を批判しました。論文は、多くの売春婦は親によって売られていた可能性もある。一方、一部の女性は軍人と恋愛もしていると論じました。 教授は恋愛とと歪曲にについいいててて元慰安婦女性の証言が後に変化ししることも指摘していますその一例として1991年慰安婦の事案を最初に公にしたとされるイ・ヨンスさんは戦時中の出来事について真夜中に友人と一緒に家を出て赤いドレスと革靴をプレゼントしてくれた。 日本人男性のところへ行ったと話していましたその後伊さんは2002年銃剣で連れて行かれたと連行をほのめかしました別の慰安婦を自称するキム・ハクスンさんについては彼女は養父母に売られ満州慰安所に行くことになったしかし後に日本人によって拉致されたと主張したということです 教授は韓国における少女の強制連行の主張には極左団体が背景にあると指摘しています。教授は強烈な左翼団体が高齢の元慰安婦たちの介護施設を運営し面会できる人を管理しているとし、異論を申し立てる人を誰でも誹謗中傷していると見ています。市民団体の 正義記憶連帯急症韓国低身体問題対策協議会を挙げ反日感情を助長するために歴史を操作していると主張しました加えて新北朝鮮団体による歴史捏造と解釈できると教授は見なしています韓国の慰安婦関連団体の動きを分析し 日本と韓国の和解を妨害することで北朝鮮の主要な政治的目標を促進することに重点を置いているとしました正義記憶連帯は2020年5月以降慰安婦女性支援を称して寄付金を不正流用したなどの疑惑が報じられています